製薬業の旗と申します本日はお時間いただきましてありがとうございますと私の方からはレジストリ用医薬品の承認申請または再審査申請ですねで利活用させていただく際の企業の視点というところでお話をさせていただきますはい お、ね、話しする内容はまずあの医薬品開発における、まあ、企業がどういう期待を持っているかというところと現状についてあの簡単にお話しした後に 今臨床評価部会の活動の中で医薬品の承認申請にレジストリを利活用する際の,あの社内プロセスフローという成果物を作っていましてこの成果物の作成の過程で見えてきました課題ですとか対応策案について簡単にご紹介させていただこうというふうに考えています。 まず最初にもうすでにお話がたくさん出ていますので簡単なご紹介になりますけれども我々企業としましては医薬品のライフサイクル全体でこちらのレジストリーというものを利活用できる非常に貴重な枠組みであり貴重な情報源であるというふうに認識しています。でこのスライドにに、示しましまたように例えば、 開発戦略の場面でも治療実態を把握した上でどういう戦略をしていくかという策定をしていきましたりまた、製涯後にも製涯後の医薬品の安全監視活動ですとか価値創出に利活用していますでその中でも本日たくさんの場面で取り上げていますけれども最もまあ脚光を浴びて注目されていますのが承認申請それから製涯後の再審査申請への利用というところになるかと思います。 特にです、ね、こちらその難病エリアに関しては臨床試験が非常に困難な側面があるというところは我々も認識しておりましてあの承認申請ですとか再審査申請で最も利活用ができるんじゃないか機会が多いんじゃないかというふうに注目している疾患群になっておりますし先ほどあの最初に松田先生も おっしゃってくださっていたようにこちらの難病プラットフォームの応用研究の枠組みの中でも創薬治療法への開発治療法開発への発展的な利用というところも含まれているという話もありましたので今後ますます共同の機会があるんではないかなというふうに期待しているところです。 こちらも前半ですね、PMDA の先生方によりご紹介がありましたところではありますけれども、この承認申請等の利用においては、まずクリニカイノベーションネットワークに始まりまして、対面助言の枠組み、それから関連通知というものが、ここ数年でたくさん発出されている現状です。このような 状況の中ですね。あのこの承認とか気象疾患難病レリストのりの領域での利活用っていうのは、ま徐々に進んできてはいるかなというふうに捉えております。こちら別の製薬局のタスクフォースの成果物から取ってきた資料ですけれども、下の部分に承認申請の利用の事例がいくつか紹介されております。まただまだ数が非常に少ないというのが現状です。 まあ、ということで徐々に進んでいるというふうに表現をさせていただきました。で今ですねお話ししたようにあの基盤整備という面でも、まあ、行政の,かつあの試み行政の後押しもあるとで当局のガイドラインの整備も進んでいるとで最初に話したように我々の企業の期待も高いという下にあの。 緑で示させていただきましたがこういうすごく良い条件が揃っているにもかかわらずあまりその加速しない利活用が非常に増える利活用事例が多くないというのはどういう原因があるのかというふうに我々も考えております。で 一体、その企業の中で,では何が起こっているのかどういう意思決定に悩んでいてどこに困っているのかというのを明らかにして調査することでもしかしたらこの利用促進というところへのをかなえるヒントがあるんじゃないかということで今、あの我々は先ほどご紹介した製薬局の中の検討を進めております。こここから先はこの製薬の えー、成果物を作る中で得られた内容についてかいつまんでご紹介をさせていただこうと思いますでまずこの検討の背景とね、まあ、狙いについてご紹介をさせていただきます、まあ、先ほどお話ししたように利活用事例が少ないという状況がございますで公開情報も非常に限られているという現状です、まあ、特にです、ね、利活用 でできたといいいう事例はいいんですけれども利活用に至らなかった事例ですとかはたまたその利活用に至るまでにどんな社内で議論があったのかどういう課題があったのか意思決定に難しい面があったのかっていうところは古社の中の経験ですとかの学びにとどまってしまう傾向があります。それによって 背景のところに書きましたが、まままだ全く経験利活用経験がない企業にとっては、まどうやって一歩を踏み出していいのかがわからないというような声も多く聞かれている状況です。で、まあこの状況が、ま利活用をこうぐいっとこう後押しする、押し上げる利活用促進に少しブレーキをかけているんじゃないかというふうにあの我々は仮説を立てました。で、ここをですね、あの後押しするために。 京の加盟会社に、まあ、インタビュー形式ですけれどもあの先ほど来ご紹介にもありましたように経験のある企業はいくつかありますので、まあ、その先行事例ですとかその経験から得られた学びというものを収集しまして、まあ、それを整理するということをやりました。 でそれをいくつかの場面に整理して課題は何なのかその課題を乗り越えるための対応策としてはどのようなものが考えるのかというところを整理したのがこの成果物になります。でこれによって先ほど申し上げたように幅広く利活用が進むまだ経験のない企業にも利活用を後押しするようなものになればいいというふうにこの成果物の狙いを定めております。 で、まだこちらの成果物はあの作成中の段階でして、あの近日中にですね。あの今、最終化作業中なので近、近日中に公開をする予定でおりますが、えー、一足早くですね。あの内容についてご紹介をさせていただければと思います。で、ここにお示ししましたのは、えっ、ー、と我々がこの成果物の中で、えー、企業がその社内でレジストリーを承認申請等に利活用。 したいというようなアイデアを創出してそれを社内で提案してから実際利活用に至るまでの主に準備プロセスについてこのような図にまとめましたでステップ1から5という形でまとめましたが、まあ、まあ今あのお話ししたのが利用提案を社内でするといったのがステップ1の段階でステップ2ではその利用可能性をさらに深掘りして 適切性このレジストリを使う適切性それからそのデータの信頼性というところを軸に評価して社内合意を得るでその後当局からご意見をいただくとでそのご意見を求めに利活用の最終判定をすることになりますで実際利活用ができそうだということになったら初めてあの保有者との,あの具体的な利活用の契約というものをさせていただくと。 でその先に多くのレジストリは薬事利用に向けた構築をしているわけではないので一部分の回収が必要になってくるものが多いんですのでその回収をして初めて利活用がかなうというような流れを考えています。 実際の成果物の中ではこの5つのステップの中で、まあ、どういう留意点があるか、まあ、どういう課題があってどういう対応ができるかというところを整理したものになっていますが、まあ、本日は少しあの簡単に整理してカテゴリー分類したものでご紹介したとしたいと思いますで主にちょっと課題の部分にフォーカスしたんですけれども課題は大,きあのが大まかに整理しますと3種類に分かれるというふうに考えています。 で横の右端,左端に書いたグレーのバーがその部分なんですけれども、えっと、左端が企業が持っている課題で右,右の方がレジストリ保有者があの抱えるのではないかと企業が考えている課題ですで最初の課題は右と左端にある経験不足に由来するような課題です2つ目は右にある保,保有者が に過剰な負担をかけてしまうんではないかというふうに企業が懸念している課題です。で最後は左にある企業側の予見性の低さの課題です。で一つ一つご紹介させていただければというふうに思います。まず経験不足の側面がある課題です。でまずけ製薬企業の経験不足に由来する課題としてはまあ、先ほどだい出てきているその。 要件ですね、規制要件への対応方法というところですが、まあ、レジストリを使うことの適切性、それからそのデータの信頼性をどう評価して、どのレベルであれば担保できているというふうに説得力を持って言えるのかというところの判断に苦慮するというところです。これは前半で PMDA の方々のご紹介にもあったところかと思います。徐々にガイイドラインを 明確にしていただいたりというところであの少しずつ解決している部分かなというふうに思います。で真ん中に挙げたレジストリ保有者の経験不足、まあ、これは経験不足その数の不足薬事利用という観点での経験不足という意味です。でこれは実際先ほどあの お示ししましたように薬事利用に至るまではある程度のシステムですとかプロセスそれから SOP の回収補填などが必要になるケースが非常に多いんですけれどもまあ、そこの経験が乏しいというところですまあ、ど,どこまで回収してまあ、どこまで対応すべきかというところそれからもちろんレジストリにはあの大事な一時目的というものがありますので、まあ、それを維持しながら二次利用である薬事利用にどれだけリソースを投じてまあ、どこまで やっていけるのかというところが課題になってくるのではないかなというふうに思っています。で最後に、まあ、両者の経験不足というところにカテゴリーカテゴライズしたんですけれども、まあ、これはあのお互い利活用の前に契約するというような場面において、まあ、どういう契約上の留意点があるのかといったところです。 おそらく多くは初めての共同になって互いにあの、まあ、どこまでを期待すべきかというところを探っていくところだと思うんですけれども、まあ、その期待に合ったあのお互いが嫌な思いをしない契約にはどういうところどういう留意点があるのかどういうものを盛り込んでいくべきかというところですねあとはどう作業分担して費用負担についてもどのように分担するのが正解なのかよ,あのより良いのかというところの がなかなかあの経験がなので、えー、悩ましいところかなといいう,うに思います、まあ、これはあの本当に経験の不足っていうところの側面がある課題ですので、まあ、解決するにはやはり経験を積み重ねる事例を積み重ねるっていうところが必要ではないかなというふうに考えています。 次に、レジストリー保有者に過度な負担がかかっているのではないかと思われる企業が考えている課題の部分です。1つ目は、えー、期待のギャップというふうに書かせていただきましたが、えー、そのレジストリーの保有者の方への負担が予想以上に大きくなってしまってすごくこう時間がかかってしまうそれによって企業はが期待するタイムラインに乗ってこなくなるようなリスクがあるという側面です。 これは実際の事例で見られているというふうに聞いているんですけれども、これはどちらにとっても非常にリスクになることかなというふうに考えています。それから2つ目は、相談準備への協力の負担というところです。社内合意、それから PMDA 相談を経って確実にレイストリー価活用できるというふうに宣言できないと。 あのなかなか利活用すると契約するというプロセスに進めないという状況がありますで実際にはあのこのプロセスに非常に時間がかかっているという状況がございますで、えー、とレジストリ保有者の方にあのたくさんの情報提供をいただいたりサポートをいただかないとあのこの,のこれを乗り越えられない あの場面ですし、まあ、場合によってはですねた例えば正反後調査に使うという時にはまだ開発が、まあ、開発中まだフェーズ2やフェーズ3が進んでいるというかなり早期からご相談を開始しなければいけないというあのものも多いです、まあ、その場合ですね例えば、えー、審査の過程で正反後調査にの必要なフォローアップ事項に予想してなかった宿題がついてしまったりですとか まあ例えばその開発中の知見が思ったよりこう期待よりもあの有効性安全性の評価の結果が期待通りではなくまあ承認申請の過程で非常に時間がかかってしまっている例ですとかいろいろ不確実性の高いあの要素が多い中で最悪のケースではそれによって利活用ができないという結論に至るリスクも抱えながらまあ多くの協力をレジストリー保有者に得なければいけないという側面がありますので。 あのまあ、こ,こ,これにおいては非常にこう企業側も えーまあ、どう対応すべきかっていうところに苦慮する場面かなというふうに考えています。まあ、現時点では、まあ、これらのリスクを低減するために、まあ、あらかじめ互いの期待ですとか互いの実際の状況を積極的に共有して、まあ、こういうリスクもありますがご協力いただけませんかっていう話を真摯にやるっていうところが必要かなと思いますしあとはそのもうリスクが明らかであればそれを予防するためにはどうしたらいいか、まあ、リスクが起きたらどういう対処をすべきかっていうあの。 プランをですね互いに共有して合意しておくというところも必要かなというふうに考えていますで3つ目予見性の,低,かの低さの側面がある課題についてですこれはあの、まあ、この3つの課題あの共通してなんですがやっぱりこうグラデーションでいろいろなこう関係性がありますが、まあ、主に予見性の低さに関係するんじゃないかというふうにカテゴライズしたものです でまあ、まず1番目、まあ、いつ社内でどういう提案をしたらいいか,、まあ、い,つい,つからいつ提案しないと間に合わないのかというところだと思いますけれどもそういう意思決定をいつやれば実際の利活用に間に合うのかというそういうタイミングが難しいという課題で2つ目は、まあ、どのぐらいの予算を確保していくべきかという予算の課題。 で3つ目はあの先ほどの話も少し出ましたが、まあ、どういうリスクがあるのかというところでリスクの予測が難しいという課題、まあ、それは経験不足に由来するところもあるかと思います。で4つ目は、まあ、実際利活用できるといいう判断において あのやはりそう今お話ししたコストがなかなか予測できない時間もなかなか予測できないでもリスクもあの確実なことは言えないとなるとなかなかこう本当に利用できるんだろうかという状況の中社内で意思決定をしていくというのは非常に難しいので、まあ、場合によっては、えーまあ、非常にこの決定が難しいので利活用は断念しますというような尻込みをしてしまうような企業も多いのが現状じゃないかなという,ふうに思います。 これはそれぞれ解決策はこれから検討しないといけない側面もありますけれどもやはりいつ提案すべきかいつから準備すべきかそれからどのぐらいの予算を確保すべきかどういうリスクを想定しておくべきかというのは先行事例を 情報源として我々もいろんな情報収集をしていく中で予見性を持っていくというところが一つの解決策かなと思っていますし2つの目の予算の確保という面ではやはり企業としても戦略的投資というところも考慮すべきだというふうに思っています。で実際にあの一つのの利用目的だととこれまででやり方でかかっていたコストと 時間それほど差が出ないとなるとやはり社内ではなかなかそのビジネスのディシジョンっていうのは、まあ、得られにくいっていうのが現状なんですけれども、まあ、人例えばさあの先行的にレジストリを利用することでデータのジェネレーションが促進できてそれによって製涯後のエビデンスジェネレーションにも使えていくじゃないかっていうような、まあ、ライフサイクル全体で。 価値を最大化していくような提案を社内でして、ま戦略的に我々もこのレジストリーに投資していこうじゃないかっていう、そういう提案ができるようになっていかないといけないなというふうに考えています。それから、4つ目のあの柔軟なあ。利活用の可能性の判断というところです。けれども、これはあの先ほどのまあ、えっ、ー、と当局の方もあの御発言くださったように。より早期から。 東京の方とご相談をして懸念を早期に払拭していくというところが1つですしあとはまあ必ずこのやり方で使いたいとかこの,やり方じゃこの使い道じゃないとダメだというようなあのた 企業も考えに凝り固めることなくですねさまざまな利活用場面があるというふうに思いますので承認申請等への利用といってもがっつりそのデータを比較群として使うっていうような非常にハードルの高い利活用の方法もあればそうではなくそのエビデンスの一つのピースとして そのエビデンスを作る一つの方法として利活用させていただくでそのエビデンスを承認申請のパッケージの中の一つのピースとして使わせていただくというようないろいろな使い道が考えられるかと思いますそういう柔軟な考え方で我々もその利活用を考えていくべきかなというふうに考えています。 でこのスライドで最後になります。あの今お話ししたところの繰り返しになりますけれども、まあ、あの今我々が整理した中での課題の多くはやはり経験が少ないというところにあの端を発しているものが少なからずありますので、まあ、事例を積み重ねることで解決していくところ側面もあるのかなというふうに感じています、まあ、そのためにはですね積極的にこう企業の中それからレジストリー、まあ、保有者の中 なのに学びをとどめることなく学びを共有することっていうのがやはり解決を促進する一つの手立てになっていくかなというふうに考えていますので本日のようなこのような三官学集まって情報を共有したりですとか意見を交換する場っていうのがこれから先もたくさん機会が増えてあのこう互いが率直に自分たちの状況を共有し合える場が増えるといいなというふうに考えています。 それから2つ目は、レジストリー活用を取り巻くステークホルダー間の相互理解っていうのが、やはりこういう過渡期には不可欠だというふうに考えています。 と上の課題と少し重なります。けれども、その我々が今抱えている課題です。とか、どういう意思決定に迷っているのか？っていうのを今回セーカ生活で整理しました。けれどもまあ、これをこう。我々は押し付けようとしているわけではなくってまあ、その実際何が起きているかを知っていただきたいという目的で作っています。同じように。あのステークホルダーの皆様レジストリ保有者。それから当局の皆様もまあ、どういうところがに課題感があって、えー、あるのかっていうところを。 あの互い情報共有して相互理解を深めることであまりこう相手のことを知らなかったためにこう相手に負担をかけてしまうとか関係が悪化してしまうようなことが防げるかなというふうに考えています。で最後にですねあの承認申請以外の活用も同時に考えるっていうところを、まあ、我々も知恵を絞って企業が柔軟な考え方を持って利活用アイデア創出に知恵を絞るそ,れそういうことでリーストリカルも出される価値の拡大に 貢献でできるのではなないいいかなという,ふうに考えています先ほど戦略,戦略的な投資というところでもお話ししましたけれども、まあ、一つの利用目的に凝り固まることなくですねいろいろな場面で利活用させていただくようなアイデア創出を各企業が積極的に行うことで、まあ、どんどんレジストリというものの価値を高めていける、まあ、そういうことに企業も貢献できるのではないかなというふうに考えています、はい、以上になります。 あ、最後にですね。あのこの今作っている成果物も含めて、あの多くのレディストリー。それからリアワーデータに関する成果物はえ施薬局のウェブサイトで公開しておりますので、よろしければご覧ください。ご清聴ありがとうございました。畑先生ご講演ありがとうございました。 本当に少しだ少しお時間をまた残していただいていらっしゃいますので、えー、フロアの先生方からまたはえっ、ー、とウェブの,の方から、えー、ご質問あればと思いますあ、ちょうどウェブからいただきましたのでじゃあ私の方で読ませていただきますご発表ありがとうございます質問ですが企業側は求めるデータのあるレジストリをどのようにして探しているのでしょうか希少疾患の場合は疾患別レジストリから考えることになるのでしょうが もう少し一般的な疾患で複数の研究者グループやレジストリーが存在しそうな場合目的とする細分化された患者層が厚く集められているレジストリーや企業として関心のある評価指標測定項目がデータ化されているレジストリーをどのように検索しているのか何かご経験等がありましたら差し障りのない範囲で教えていただけますでしょうか。 ご、はい、ご質問ありがとうございますあのこの成果物の中にもレジストリをまず検索すると、まあ、探すというところで、まあ、どういうプロセスがあるかっていうのもあの、えー、と別紙でサポートツールとして提供しているんですけれどもそこに示した内容をご紹介しますとまずあの難病プラットフォームでもご提供いただいているそういうい検索システムです、ね、を利活用するというのが最初に1つの方法としてあります。 でまあ、その検索をする前にです、ね、必ず、まれわは何をしたいのかとでどういう患者層に対するどういう目的で利活用したいのかというところを整理してから検索するようにというような注意書きを加えておりますでそれはまあ集団どういう集団が必要なのかというところもそうですしあと何その目的のためにどういう項目が必要なのかと。 というところも必ず必須となる項目を洗い出してから検索するというようなプロセスを示しています。でそれとは別にこの領域の先生方やその学会様にアプローチするというような方法も並べてご紹介しています。そういうい先生方や学会様からのご紹介で 有用なレジストリが見つかるという事例もございますので、その二つが代表的な方法として上がってきている状況です。はい。ありがとうございます。ちょうどお時間に、はい、もう一点、はい。すみません、あの京都大学鎌谷です。えっと、非財薬局の側のお考えというのが非常によくわかりまして、大変勉強になりました。えっと一方で、あの海外を見てみますと、欧米ではそのメガファーマがすごい勢いで。 レアディーズですとか、キャンサー、バイオバンクに投資をしているような状況だというふうに見ております、そうするとあちら、あ,のあちらでもおそらく同じような問題、そういった状況になるまでには、最初はやはり同じような問題があったと思うんですけれども、そういったところで見てみると、海外ではどのようにして、この今あるようなその経験値がなかったところをクリアしていったかとか、そういったところから学べるところは、何かありがとうございます。えーと 事例の蓄積のスピードという意味ではご指摘のとおり海外は非常に速いスピードで進んでいるというのが現状だという,ふうに認識しています。で、えー、やはりそのレジストリーをこう役じるように使えるレベルに持っていくところへの投資という意味ではあのもちろん企業の投資というところも大きいと同時に特にあのヨーロッパですとか他のアジア圏を見て 見ますとやっぱり国からの投資でみんなでこう投資し合って、えー、使えるレジ使い活用できるレジストリを増やしていくというような活動が非常に盛んでしてでさらにはそれに、まあまあ、FDA、ね、とかあの規制当局も参加して あのまあ手を取り合って非常にスピーディーに構築を進めているというような印象を持っています、まあ、なのであの企業だけの,あの投資でかなってるわけではないのかなというふうに私は認識しておりましてやはりその今日の,かあのテーマにもありますように三間学であの知恵とまあまあ投資という意味でもあのじ、えー、まあ時間も使って作り上げてきているものなのかなと思います。 あとはその、えー、と非常にこうチャレンジングな状況でも、まあ、まずは使ってみるというマインドがやはりあるかなってそこも大きな違いになっているかなという,ふうにも感じていますが、まあ、そこがやはり日本人的なといいますか日本の企業はなかなかその一歩を踏み出すというところが難しく感じている企業様が多いのではないかという印象も持っています。ございました すいません時間過ぎてるのに、PMD ・ PM 信頼性保障部の山口です、えー、ご講演ありがとうございました、えー、と製薬業から出されてる、まあえー、と発表、成果物、よく見てるんですけども、あの今日みたいにどっちかというと、進、えー、んでないということをつまびらかにしたというのは、な,んかなかなか見ないかなと,、えー、と、すごく感心したんですけども、で問題点、すごく整理されてると思いました、正直なところ。 でわれわれ、信頼性保障部としてこの2年半、ちょうどリアルワールドデータの推進に携わってきたんですけれども、えーとわれわれ私、私の目線から見ると、最初の頃はですね、PMD 信頼性保障部って何もやってくれないじゃないかということで、すごい怒られてたんです、これ、本当です。で、えーと、すごいアクセル踏んだんです。で、アクセル踏んで、えー、と相談制度を作って、まあ、いろんな管理シートを作ったり、えー、相談を積極的に受け入れますよということをやりました。 で全部見えるる化してるんですでその結果何が起きたかというと、製薬企業の方が今度、えーと、社内の調整が大変だとか、そういうことを実際に聞くようになりました。で、実際相談とかを見てるとですね、何が起きてるかというと,、まあえー、と、レジスト取り業者さんとの調整が時間かかってるという声もよく聞きます。で、えー、と社内の調整も時間かかっているところも聞きます。 まあえー、と我々の相談って事前面談から始まるので事前面談は無料なので何回か事前面談を受けてその話し合いの時にレジストリー保有者さんも連れてきて、うん、あの一緒に話し合ってます、うん、で何回かやった後で本番やるっていう形をとってますんで、うん、ぜひそういう形を取るのがいいんじゃないかなと思いますで我々 PMDA もそんな経験あるわけじゃないのでその中で学んでってるので学んでってるところもありますでそういうものを一般化できるものを一般化していくというのがこの先ほど紹介した えっと事務連絡になりますんでまあ、そういう流れを向くべきはもっといろんなことを分かるんじゃないかなと思いますんで、えっ、ー、とよろしくお願いいたします。以上です。<laughs> ありがとうございます。コメントはい、ありがとうございます。はい、はい、あのはい、最後にお話ししたその相互理解というところに該当する話かなと思いまして。積極的に今後ともよろしくお願いいたします。嫁さんもありがとうございました。じゃあ、えっ、ー、と秦先生ありがとうございます。じゃ、これにて講演を終わらせていただきたいと思います。